11月14日は世界糖尿病デーなんです。皆さんご存知でしょうか。糖尿病というのは今や日本ではもう国民病と言われるぐらい、なっている方ですとか予備軍の方もとっても多い、心配な病気の一つなんですけれども、厚生労働省の調査によりますと2016年に、強く糖尿病の疑いがあるというふうな、人たちはですね、なんと全国におよそ1000万人以上いるというふうに言われてるんです。ドキッとされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。で、今日はですね、この糖尿病予防の食事について、奈良県立医科大学附属病院栄養管理部管理栄養士の山口千景さんにお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この管理栄養士というお仕事なんですけれども、先生は普段どんな感じのお仕事されてるんですか。私は普段はですね、大体病院の地下にあります厨房のそばでですね、いるんですが、栄養指導させていただくために、糖尿病センターというところに行かせていただいたり、あとさまざまな外来の栄養指導、あと入院の患者さんのお食事のお話もさせていただきますし、もちろん患者さんにお食事の提供もさせていただいてますので、そういった関連のお仕事をさせていただいてます。で、さっきも話してましたけど、糖尿病の疑いがある方が1000万人以上って、そうですね、すごい数字ですね。そうなんです。今おっしゃられたのは強く疑いが強くあるという方ですので、強くはないけど疑いがあるという人も入れてしまいますと、本当にすごい 数がですね、日本人特に糖尿病、欧米人に比べるとやはり非常になりやすいということで、でもそうなってくるとね、やっぱり皆さんも気にしてらっしゃると思うんですけれども、毎日の食事っていうのはとっても大切なことになりますよね。そうですね、すごく注意していくっていうのはやっぱりとっても大変なので、少し注意をすることで、予防できればなっていう。じゃあ一体どうすればいいのか、例えばお買い物に行く時とか、どんな調理方法がいいのかっていうのがまずわからないという方が多いかと思うんですけど、そういったとこは先生どこに注意したらいいんでしょうか。糖尿病の予防のためのお食事っていうのは、極端に偏って何かだけを食べればいいとか、何かだけをやめればいいというような食事ではないということなんですね。で、よく誤解されるのが、糖尿の方っていうのはみんな太ってらっしゃるっていうふうに思われてることがあるんですが、必ずしもそうではありません。ですので、糖尿のお食事っていうのは減量のためのお食事と全く同じというわけじゃない、要するに何でも減らせばいいというものではないという。違うんですね、ですからいろんな種類をまんべんなく必要な量と食べていただくということが大事だということですね。で、代表選手はやはり野菜ですね。そうですよね、野菜の番組でもね、野菜なるべく皆さん食べましょうというふうにお勧めしているんですけど、日本人摂取量が少ないっていうふうに。そうなんです。ですので、国が進める摂取量350g という量があるんですが、日本人平均的にも350全く取れていません。取れてないですよね、で、糖尿病でお食事のお話しさせていただく患者さん方っていうのも、ほとんどの方がやはりお野菜はお嫌いだったり、いろいろな諸事情で取られてないということが多くて、とてもじゃないけども350はやはり行かれてない方が多いということですから、お野菜をたくさん取られてる方っていうのはやはりちょっとやっぱり糖尿にはなりにくいということが言えるかなとは思います。じゃあお買い物に行ってもなるべくいろいろな種類のお野菜を、そうですね、食べてみようっていうふうに、そういうことです、思うのが大切なんですよね。で、そう思ってはいてもですね、実際に皆さんお買い物に行かれて、じゃあ何作ったらいいの、どれぐらい作ったらいいのっていうのは、献立ってとっても難しいことだと思うんですね。なので今日は先生に、こういうのが一応理想ですよという案を持ってきていただいたので、先生ちょっと説明していただいていいでしょうか。これはですね、夕食のご提案ということで、まず主食ですね、ご飯が必要になってきますので、このご飯の量なんですが、今非常に極端にご飯減らさはる方っていうのがいらっしゃるんですけれど、それはあまり好ましくなくてですね、一番少ない方でもご飯として 100g は食べていただきたいということで、それは大人ですよね、成人している大人で、ということですね。はい、
目安としてはコンビニ の、 あの小さめのおにぎり1個ぐらい、あれが 100g ぐらいということになります。じゃあお食事の時にやっぱあれぐらいの、はい、まあ、ご飯を食べる方がいいんです。バランス的にね、はい、いいっていうことです、はいはい、そうです、うん、主食として上がっていただきます、はい、それから主菜ですね、メインとなるお魚だったりお肉だったりというのを使っているメインのお食事、はい、それからおかずがですね2品2つね、はい、はい、だから副菜と言われるものが2つ、はい、で、あとフルーツだったり、乳製品、ヨーグルトだったり牛乳だったりというのはこの上に、まあ、追加と、朝昼夕全部というわけではないんですが、はい、1日に1回、まあ、こういうフルーツだったり乳製品を取るのも大事だということですね。もう1種類は持ちさせていただいているんですが、はい、同じようにご飯と肉のおかずですね、はい、それとやはりこう2品の副菜、ね、はい、でここはですねこうヨーグルトをお付けしているという感じになります。1日1回はじゃあ、まあ、乳製品か果物を取った方がいいということですね。そうです、はい、そういうことですね、はい、果物はあの取らない方とやはり毎日継続で取られている方とではあの糖尿だけじゃなくてがんにもなりにくいということが言われております。いろんな病気の予防につながるということと解釈いただいたらいいと思います。そっか、じゃあもう基本的に私たちが健康な毎日を送る上での食事として大切な、はい、そうですね、食材の一つってことですね、はい、そうですね、まあ、お野菜召し上がってない方が多いかと思いますけれども、もう買い物される時からじゃあ今日はいつもよりちょっと一つ多くお野菜買おうかなとか心がけていただくとねいいんじゃないかなと思います。じゃあの最後になりますけれども、本当にあの糖尿病予備軍まで入れるとね、私自身もちょっと気をつけないとなと思うぐらいなんですけれども、きっとたくさん心当たりある方もいらっしゃるかと思いますので、そんな皆さんに先生から最後何か一言。あの糖尿病はですね決して珍しい病気ではありませんし恥ずかしい病気でもありません。ただ食事を常に気をつけないといけない病気であることは間違いなくてですね、手間がかかります。ですから、あの毎日もうやらなきゃって思うんではなくて、ほんのちょっと気をつけるということで長くあの関わっていっていただけたらなというふうに思います。はい、まあ、食べることはね生きていく上での基本でもありますので、ぜひ今日のお話皆さん参考になさってみてください。ということで今日は奈良県立医科大学附属病院栄養管理部で管理栄養士をされている山口千景先生をお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。